ディエゴ・マラドーナ、ディエゴ・アルマンド・マラドーナ、1960年10月30日帯は、アルゼンチン・ブエノス・アイレス州、ラヌース出身の元サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションはフォワード、またはミッドフィールダー。ペレ、ヨハン・クライフ、フランツ・ベッケンバウアー、アルフレッド・ディ・ステファノ、ジーコなどと共に20世紀のサッカー史に名を残す、スター選手である。 アルゼンチンリーグ史上最年少でプロデビューし、ボカジュニアーズを経て欧州に渡った。FC バルセロナでは様々な問題に悩まされたが、SSC ナポリではセリエ A 優勝2回、UEFA カップ優勝1回の立役者となり、ナポリの王様としてファンに愛された。セビージャイフシー、ニューウェルズオールドボーイズ、ボカジュニアーズでの在籍は短期間に終わり、 1997年に現役引退した。引退から時間が経った現在でも彼の信奉者はファン、選手、サッカー関係者を通じて多く特にアルゼンチンでは彼を神の子と崇拝する宗教が生まれ、ナポリでは旧市街に彼を称える祭壇が設けられているほどである。1977年に歴代最年少でアルゼンチンフル代表にデビューし、 1979年には U-20 アルゼンチン代表として FIFA フフワールドユース選手権で優勝して大会最優秀選手に選ばれた。FIFA フフワールドカップには1982年大会から4大会連続で出場し、1986FIFA フフワールドカップではチームを牽引して優勝に導いた。準々決勝のイングランド戦で見せた神の手ゴールと 5人抜きリブルは彼のスタイルを象徴するプレーとして構成に語り継がれている。1994FIFA ワールドカップでは大会中のドーピング検査で陽性と判定され大会から追放処分を受けた。選手時代からたびたび違法薬物の使用が取り沙汰され現役引退後は入退院を繰り返した。2008年にアルゼンチン代表監督に就任し、2010FIFA ワールドカップ、南米予選を辛くも突破したが、本大会では準々決勝で敗れ、2010年7月に解任された。1960年10月30日、ブエノスアイレス南部のラヌース、ラヌースに貧しい家庭の子として生まれた。幼少時から、天才サッカー少年として、脚光を浴び、9歳の時に AA アルヘンティノス、ジュニアーズ少年チームである、セボリータス。 ラスセベリタス、小さな玉ねぎに加入した。幼少時代はペルーサ、ペルースサ、毛深いやつ、じれ紙と呼ばれるおとなしい少年だったが、10歳の時には、プロリーグ戦のハーフタイムショーでリフティングを披露して、拍手喝采を浴びるほどの技術を身につけていた。1973年、12歳の時には、CA リーベルプレートから契約金200万ペソの、 オファーがあったが、クラブや父親が時期尚早だと反対したためセボリータスに留まった。少年時代の憧れの選手は CA インデペンディエンテのリカルド・ボチーニだった。13歳の時に学校を辞めてサッカーに専念し、1974年に AAA アルヘンティノス・ジュニアーズのトップチーム昇格を果たし、15歳の誕生日にはクラブからアパートが提供された。在籍時には、 エルピベデオロ、エルピベデオロ、ゴールデンボーイという愛称を授かった。1976年10月20日、アルゼンチンリーグ史上最年少の15歳11、1ヶ月でタジェレスでコルドバ戦に初出場し、同年11月14日の CA3、ロレンソでアルマグロ戦でプロ初ゴールを決めた。プリメーラーディビシオン、国内一部リーグのナショナルリーグで1979年、 1980年に特典王を獲得。1979から1981年にアルゼンチン年間最優秀選手賞。1979年から1980年に南米年間最優秀選手賞を受賞した。1981年2月13日、幼少時からの熱狂的なファンであった、ボカジュニアーズへのレンタル遺跡交渉がまとまった。 アルヘンティノスへ400万ドルの遺跡金が支払われ、さらにボカはアルヘンティノスの負債110万ドルを肩代わりすることになった。4月10日のスーペルクラシコではボカの全3得点を挙げる活躍で CA リーベルプレートを下し、遺跡してすぐにファンのアイドルになった。この年にはリーグ優勝を果たしたが、 マラドーナ獲得時の莫大な遺跡金などが負担となって、母家の財政状況は悪化し、また彼は20歳にして、リーグ戦200試合以上に出場していたことから、疲労がピークに達していた。1982年5月末、約700万ドルの遺跡金で、スペインの FC バルセロナに遺跡することで合意に達した。1982年6月4日。 FC バルセロナとの移籍契約に調印し、アルヘンティノスに移籍金510万ドル、ボカに移籍金220万ドルが分割払いで支払われた。カンプノーで行われたお披露目には、クラブ新記録の5万人が詰めかけた。1982から83シーズン序盤のバルセロナダービーでは、試合唯一となる得点を決め、その2日後の UEFA カップビーナーズカップに改戦。 レッドスターベオグラード戦では2得点を決めて、花々しいスタートを切ったが、度重なる夜遊びやコカイン使用疑惑で、ホセルイス・ヌニエス長との関係が悪化し始めた。ウイルス性加減や鬱状態などの病気に悩まされ、リーグ4位となったが、コパデルレイ化粧でレアル・マドリードに2対1で、優勝を手にした。1八十三から十四シーズン、セサル・ルイス・メノッティが監督に就任し、 9月の、ハビエル・クレメンティ率いるアスレティック・ビルバオ戦で、アンドニゴイコエチアからタックルを受けて、左膝剣を損傷、3ヶ月欠場の深手を負い、わずか勝ち点に1差で、ビルバオに優勝を逃してしまう。また、コパデル・レイ決勝のビルバオ戦でも度重なる、激しいマークに遭い、0対1で、得点のチャンスを逃した。試合直後に度重なるマークに激怒し、 ジャージ姿の相手選手の顔面を膝蹴りして気絶させ、乱闘騒ぎを起こしたことが決定だとなり、ヌニエス会長との関係が最悪な状態にまで陥り、その後スペインサッカー連盟から3ヶ月間、出場停止を言い渡される。そこで副会長で、ヌニエス会長の右腕でもあるジョアンガ・ガスパールが、クラブに止まる気があるかを尋ね、残留するのなら、 会長との中を取り持つと5年の契約延長を提示したが、マラドーナがそれを拒否、クラブは放出の段を下した。1984年6月29日、イタリアセリエ A の SSC ナポリへの移籍が実現し、サッカー史上最高額の推定移籍金1300万ドルが FC バルセロナに支払われた。7月5日にスタデオサン・パオロで行われた。 お披露目会見にはヘリコプターからピッチに降り立つパフォーマンスで登場し7万人のサポーターが駆けつけたこの日の入場料収益は7000万リラ上った彼はこの時ナポリが前年まで残留争いを繰り広げるような弱小チームだとは全く知らなかったサポーターからナポリの王と呼ばれて愛されシーズンチケットが芝叩く間に売れたことから 莫大な遺積金及び給料を払ってもなおクラブの財政は潤った。マラドーナとブルーノ・ジョルダーの彼かの攻撃トリオは頭文字から間近、MAGICA 魔法と呼ばれ、クラブの黄金時代を築き上げた。1984から85シーズンはリーグ8位、14得点を決めて得点ランキング3位に入り、1985から86シーズンはチームを リーグ3位に押し上げた。1986から87シーズンは、クラブ史上初のセリエ優勝を飾り、国イタリアとの2冠を達成。これまで、北部の2チーム、トリノ、ユベントスしか達成していない国内2冠を、南部のナポリが達成できることを非常に誇りにしていると、自伝で語っている。代表でのワールドカップ MVP の活躍と合わせて、 世界最優秀選手賞に選ばれた。一方で愛人がマラドーナの子供を出産したシナグラ事件、口述などもあって気分が不安定で子供の認知を渋ったために地元メディアから攻撃された。1987から88シーズンには15得点を決めてアルゼンチン人として初のセリエ A 得点王に輝き、1988から89シーズンには UEFA カップを制覇した。1988年以降は負傷で試合を欠場する頻度が増え、監督やクラブ会長との確執も取り沙汰された。1990FIFA ワールドカップを控えた1989から90シーズンは2度目のセリエ A 優勝を飾った。1990年から1991年にかけて、 麻薬使用やマフィアとの関連が報道されて、マスコミから集中放火を浴び、イタリアサッカー連盟から15ヶ月間の出場停止処分を受けた。喧嘩は彼のような形になったが、後に SSC ナポリはマラドーナの功績を称えて、彼の背番号10を永久欠番とした。SSC ナポリ時代には税金を滞納し、税務局から3700万ユーロ。 約40億円もの支払いを求められており、イタリアに入国する際には、その都度金品を没収されている。1991年には、J リーグ発足に向けて補強を進めていた名古屋グランパスエイトへ、年俸や契約金を合わせ総額15億円という、契約で加入が、ほぼ内定していた。交渉は、順調に運び、残すは、名古屋の親会社である。 トヨタ自動車の決定を待つのみであったが、決まりかけた日本行きはマラドーナのイン使用疑惑によって立ち消えとなった。その後、フィファが遺跡交渉に介入したこともあり、1992年9月にスペインのセビージャ FC 遺跡が決定した。チケットの売り上げという点ではクラブに貢献したが、すんだ生活や怠慢な練習態度などから、 カルロス・ビラルド監督と対立し、26試合に出場して、わずか5得点しか上げることができなかった。1993年6月のレアル・ブルゴス CF 戦で後半開始早々に交代を指示され激怒し、アルゼンチンに帰国した。1993年10月、セビージャ FC との契約の残り期間に対して400万ドルを支払う条件で、 アルゼンチンのニューウェルズ・オールド・ボーイズに移籍した。アルフィオ・バシーレ監督によって、アルゼンチン代表にも復帰したが、契約問題のこじれからニューウェルズでは7試合しか出場できず、練習不参加や試合欠場などの理由により1994年2月に買い越れた。1994フィファワールドカップのドーピング違反でフィファから再び15ヶ月間の出場停止処分を受け、 処分期間中は国内にチームの監督を務めた。1995年10月14年ぶりにボカジュニアーズへ復帰。紙にボカのシンボルカラーである金色のメッシュを入れてプレーした。1996年にはリーグ戦で5本連続して PK を失敗し引退騒動を起こした。スイスでの薬物依存症治療を経てボカと再契約し、 1997年7月には公式戦に復帰した。同年10月25日のスーペルクラシコへの出場を、最後に自身の37歳の誕生日となる10月30日に現役引退を発表した。プロデビューから間もなくアルゼンチン代表に招集され、1977年2月16日、ハンガリーとの親善試合に途中出場し、 フル代表の最年少出場記録を樹立した。翌年に地元開催された 1978FIFA ワールドカップには最終候補の25人に残りながら経験不足という理由により大会登録メンバーから外れた。マラドーナはこの落選を人生に永遠に残る決定的な一番大きな失望だったと語る。1979年6月2日。 スコットランドとの親善試合で代表初ゴールを決めた。20歳以下代表チームのキャプテンとして、日本で開催された 1979FIFA ワールドユース選手権に出場。6試合中5試合で6ゴールを決め、ワールドユース初優勝に貢献した。チームメイトのラモンディアスが8ゴールを挙げて、ゴールデンシューズ賞、得点王となり、マラドーナはゴールデンボール賞。 MVP に選出された。圧倒的な攻撃力を見せたアルゼンチンユース代表についてマラドーナは文句なしに自分のキャリアの中で一番素晴らしいチームだったと語る。アルゼンチン代表は1978年大会優勝メンバーにマラドーナ、ディアスラユース世代を加え、1982フィファワールドカップに出場した。 21歳のマラドーナは10番をつけて出場し、第1ラウンド2戦目のハンガリー戦で、ワールドカップ初ゴールを含む2得点を挙げた。第2ラウンド初戦イタリア戦では、コロシアことクラウディオ・ジェンティールに徹底的にマークされた。続く、ブラジル戦では、味方選手がファウルを受けた際、バチスタの下腹部を蹴り、報復行為で、レッドカードを受けた。マラドは、ブラジルの 黄金の中盤のパス回しに翻弄されており、本当はパウロ・ロベルト・ファルカンに対して怒っていた、飛べている。チームは1から3で敗れ、大会を去ることになった。1985年5月に約3年ぶりに代表に復帰。カルロス・ビラルド監督はマラドーナをキャプテンに指名し、その個人能力を活かすチーム作りを行った。マラドーナは右膝に負傷を抱え、 チームの成績もかんばしいものではなく、当時のチームはメディアから史上最弱と国評されていたが、1986FIFA ワールドカップが始まると一転して花々しい活を見せた。グループリーグ初戦韓国戦ではチームの3ゴール全てをアシスト。イタリア戦ではボレーで同点ゴールを決め、ブルガリア戦でも1アシストを記録した。 準々決勝のイングランド戦試合前には3年前のフォークランド紛争、マルビナス戦争の因縁もあって、両国メディアの絶戦が続いたが、その試合はいわゆる、神の手、ゴールと5人抜き、ドリブを記録した試合として知られている。後半4分、ペナルティエリアに走り込んだマラドーナと浮き玉を処理しようとした相手 GK、ピーター・シルトンと交錯したが、マラドーナは、 空中のボールを素早く左手では焚きボールはそのままゴールインした。シルトンをはじめイングランドの選手はマラドーナのハンドを主張したが審判は彼の得点を認めた。その4分後にはセンターライン付近でパスを受けると単独で60メートル近くドリブルし5人を抜いて無人のゴールにボールを蹴り込んだ。前者の得点については本当は 手で触れたのだが、神のおぼしめしにより許されたという趣旨の発言をしたことから、神の手、ゴールという呼称が広まった。2007年には、後者の得点が、イギリスのワールドサッカー史によって、史上最優秀得点に選ばれた。準決勝のベルギー戦でも2得点を挙げ、決勝の西ドイツ戦ではローター・マテウスのマークに、会いながらも、ホルヘブ・ルチャガに、絶妙なラストパスを供給し、 決勝点をアシストした。大会中チームの総集ト数のうち、約半分を放ち、全14得点のうち5得点5アシストを記録。アルゼンチンを2度目のワールドカップ優勝に導いた、ことから大会最優秀選手に入れ、同大会は、マラドーナのための大会と呼ばれた。本大会では不調と言われながらもグループリーグ、全試合に出場し、ソビエト連邦戦では、 自陣ペナルティーエリア内で手を使って、シュートを防ぐ二度目の神の手を見せた。決勝トーナメント一回戦のブラジル戦では、ドリブルで相手四人を引きつけながら、右足でクラウディオカニーヒアへ、絶妙のパスを送り、決勝ゴールをお膳立てした。準決勝は所属クラブの本拠地ナポリで、開催国イタリアと対戦した。試合前にイタリアファンを煽るような発言をしたことや、 PK 戦で最後に蹴って、勝利を決めたのがマラドーナであったことから、イタリア国民や SSC ナポリファンとの関係が悪化した。決勝の西ドイツ戦では、アルゼンチンの国家水槽に、場内から大ブーイングが浴びせられ、マラドーナはカメラに向かって、イホスデプータ英語の、サノバビッチに相当する不別語と吐き捨てた。試合では、ギドブッフバルトのマークに沈黙。 敗戦後は人目をはばからず号泣し、イングランド代表のポールガスコインが準決勝流した、涙と共に人々に記憶されている。薬物使用によるブランクを経て、1993年2月に代表復帰。アルフィオ・バシーレ監督は、マラドーナ抜きのチーム編成を進めていたが、南米予選コロンビア戦で完敗したため、オーストラリアとの大陸間プレイオフで、レギュラー復帰が実現した。 1994FIFA ワールドカップでは再び、キャプテンに就任し、カニーヒアやガブリエル・バティストゥータと強力な攻撃陣を組んだ。一時、リーグ初戦のギリシャ戦では豪快なミドルシュートで、ワールドカップ通算8ゴール目を決め、ナイジェリア戦でも好調なプレーを見せた。しかし、試合後のドーピング検査で尿から、使用禁止薬物が検出され、 大会からの即時追放と15ヶ月の出場停止処分を受けた薬物と健康問題の不死を参照。このニュースは世界中に衝撃を与え、選手としての華々しい代表経歴を閉じることになった。現役引退後は薬物依存や不摂生による体重増加などが原因で入院、手術などを繰り返し、必ずしも健康体とは言えない状態であった。 2004年4月には、母家の試合観戦中に突然倒れ、集中治療室で生死の境をさまよった。この時の彼の体重は1 2 2ラムにも達して、いたが、回復後に食を細くするための移設除術を受け、7 0ラム台のカバまで減量した。2008年、電気映画、マラドーナが自身主演で上映される、制作、スペイン・フランス。これは、 マラドーナのこれまでのサッカー人生について取り上げると、共にマラドーナ自身のプライベートに密着取材した記録映画である。1994FIFA ワールドカップ後の出場停止期間中にプリメーラディビションの会にチームの監督に就任。コーチングライセンスを獲得していないため、カルリートス・フレンとのコンビで指揮を取った。最初のデポルティーボ・マンディージュでコレンテスでは1勝5敗。 6分けで2ヶ月で解任された。古豪ら新クラブでは2勝3敗6分けでクラブの会長交代に伴い辞任した。2008年10月16日にアルゼンチン代表のアルフィオ・バシーレ監督が辞任するとマラドーナは公認の座に自選し、10月28日に代表監督就任が発表された。11月4日に就任記者会見が行われ、 ハビエル・マスチェラーノのキャプテン任命とカルロス・ビラルドのテクニカル・セクレタリー、サッカー協会とチームの掛け橋役就任が発表されたが、ヘッドコーチに人事は明かされなかった。マラドーナの監督就任に関して、アルゼンチン国内の反応は冷ややかだったが、代表選手からは期待と賛同の声が上がり、初再配となったスコットランドとの親善試合に1の0で勝利したことから、 メディアからも、まずまずの評価を得た。2009年1月には、スペイン、イングランド、イタリアなどを訪問し、欧州各国に散らばるアルゼンチン代表選手を視察した。2009年3月、テレビの深夜番組で、チームの中心選手であるファ、フアンロマンリケルメのプレーに苦言を呈し、その発言に敏感に反応したリケルメが、代表引退を表明する問題が起こった。 就任後初となる 2010FIFA ワールドカップ、南米予選のベネズエラ戦には4-0で解消したが、4日後のボリビア戦は、コーチの利を得た相手に行っても足も出ず、1から6で大敗して、メディアからの批判を浴びた。5月の親善試合には、国内組のみから選手を招集して臨み、それ以後は、海外組と国内組の融合を重要視するようになった。 2009年9月の南米予選ではブラジルに敗れ、アルゼンチンが長年継続してきたホームでの連続無敗記録、34戦が途切れたため、元代表選手やファンから厳しい批判を受けた。パラグアイに敗れて、ついに予選の自力突破圏内、4位以内から落ちたが、10月のペルー戦では、マルティン・パレルモのロスタイム弾で辛くも勝利し、最終節のウルグアイ戦では、 トラノコの1点を守り抜いて予選4位での FIFA ワールドカップ本大会出場を決めた。2010FIFA ワールドカップではピッチ内外での一挙手一投足がメディアの注目を集めた。グループリーグ初戦のナイジェリア戦は90分間ベンチに座ることなく選手たちに支持を与え続け、勝利後の記者会見ではリンゴをかじりながら質問に答えた。 二戦目の韓国戦では 1986FIFA ワールドカップでマンマークを受けた元テ茂監督と対戦することになり、試合前には相手をテコンサッカーと挑発した。韓国戦に続きギリシャ戦でも解消し、グループリーグを3戦全勝の首位で通過。決勝トーナメント1回戦のメキシコ戦は、カルロス・テベスの疑惑の残る先制点で試合の主導権を握り、 3から1で勝利した。準々決勝のドイツ戦は試合開始早々に失点し、以後は焦りから攻撃に早あるマラドーナの心が見透かされているかのようにカウンターから立て続けに失点した。ハーフタイムの指示や後半の選手交代でも流れを変えることができず、0から4で惨敗して大会からの敗退が決定した。当初はアルゼンチンサッカー協会マラドとも 留任の意向だったが、コーチ人の処遇をめぐって対立し、2010年7月27日に解任された。初再敗から24戦を指揮して18勝6敗の成績を残し、引き分けは1試合もなかった。ドイツの勝利を予言したタコのパウルが死亡した際には、ツイッターに、この予言タコ野郎。俺は、お前が死んで嬉しいよ。W 杯で負けたのは、お前のせいだ。 と書き込んだ。2011年5月16日、マラドーナは UAE リーグに所属するあるはスる FC の監督に就任することが発表された。契約期間は2年で年間990万ポンド、約13億5324万円。これは GOAL.com が2012年1月18日に発表した世界の監督の給料トップ10の2位に 入る高額であった。2012年7月10日、アルアスルはマラドーナの解任を発表した。2017年、UAE2 部のアルフジャイア SC の監督に就任した。就任後チームは無敗だったが、一部昇格を逃し、辞任した。2018年9月、メキシコ2部のドラドスでシナロアの監督に就任した。1994年2月、 自身の別荘に押しかけた報道陣200名に対して空気銃を乱射し数名に軽傷を負わせた。記者によって告訴されアルゼンチンサッカー協会のフリオグロンドーナ会長などはマラドナの罪を重く見たがアルゼンチン国民やカルロスメネム大統領はより同情的で法的な処置は未決定となった。1996年 イギリスのフィナンシャルタイムズ氏の記者ジミー・バーンズによってマラドーナの表伝が出版されたが薬物使用問題やフィファの権力構造について踏み込んだ追求をしているためアルゼンチン国内では出版を心よく思われなかった2000年には自伝ヨソルエル・ディエゴが出版されそれ以後もマラドーナに関する多数の著作が世に出ている2001年にはイタリアのマルコ・ポンティ 監督作の映画、サンタ・マラドーナが公開された。2009年には、フランス・スペイン合作、エミール・クストリッツァ監督作のドキュメント映画、マラーナ映画が公開された。2005年に放送されたテレビ番組、十番の夜では、司会を務め、スポーツ選手、俳優、タレント、映画監督など、マラドーナの顔が聞く、様々な分野の著名人が出演した。 サッカー選手では、ペレ、ジネディーヌ・ジダン、アリエル・オルテガ、リオネル・メッシなどが出演している。政治的発言が多いことで知られ、2005年に、米州機構会議が行われた際には、同市のサッカー場で行われた、半条寺 W ブッシュ集会に参加し、ベネズエラのウゴ、チャベス大統領の演説の兄、ブッシュを倒そう。と発言した。 代表監督として 2010FIFA ワールドカップ出場を決めたウルグアイ戦後の記者会見ではこれまで数々の批判を浴びせてきたメディアに対して女性の方々には失礼するがあれでもしゃぶってろ。お前らは好きなだけしゃぶり続けてればいいんだよ。俺を苔に仕上がったからなと最大級の侮辱語を並べたためメディアから激しい非難の声が上がった。 記者会見での出来事はフィファからも問題視され、練習参加などを含む2ヶ月間のサッカー活動禁止と2万5000スイスフラン、約220万円の罰金処分を受けた。身長は160センチメートル台半ばと小柄で、ずんぐりとした体格であるが、フィジカルが強靭でボディバランスと動察力に優れ、卓越したテクニックとパスセンスを持っている。ほとんど全てのプレーを、 左足一本で行い、前述の5人抜きドリブルの際も、左足しかボールに触れていない。類稀まれな得点能力を持っており、フリーキックも得意である。風間八博は、当時のマラドーナについて、顔の前に1メートル四方の空間を確保できれば、マラドーナにとって、フリーと言えると語った。アルゼンチン代表監督時代には、d ラインにセンターバック人を並べ、 ボランチのハビエル・マスチェラーノと共に守備を任せた。攻撃は、リオネル・メッシ、カルロス・テベス、ゴンサロイグアインラの個人技による局面打開を目指した。攻守分担型のスタイルは、1930年代のサッカーとも評された。複数の戦術を使い分けるのではなく、終始一貫して攻撃的な姿勢を貫き、準々決勝、ドイツ戦では劣勢に陥った時に別策がないことを、 露呈した。常に、選手の目線に立って、物事を考えるため、選手のモチベーションを上げる人心昇握術は、評価されており、選手からの信頼は厚い。ワールドカップ直前に UEFA チャンピオンズリーグを制した、インテルの中心選手だったディエゴ・ミリーと、ワルテル・サムエルをほとんど起用せず、同じく、エステバン・カンビアッソや、ハビエル・サネッティは召集さえもしなかったため、その起用法には、 疑問の声もあった。すべての所属クラブを合わせた場合の国内大会での得点率は0.526である。240150、コールスパンイコールに、コールスパンイコール二2 4 1 5 0 6 2 2712778、81、42188、8154。 29 25万 5, 2 9 2 5 2 6 7 1 1 5 4 9三十5 8 6 6 3 6 3 2 1 3 5 8 8 3 0 7 1 9 8 2 f i f a ワールドカップから 1994FIFA ワールドカップまでの4大会に連続出場し、歴代3位体の通算21試合に出場した。そのうち十六試合でキャプテンを務めており、これは、 フィファワールドカップにおける最多記録である。21試合で8得点8アシストを記録している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。